飯塚里氏は、新潟県上越出身のプロ野球選手。横浜 DNA ベイスターズ所属。中学時代からのバッテリーである、鎌倉渡るとともに、日本文理高校に進学し、1年の夏から、ベンチ入り。その秋から、背番号1を背負い、2年の夏に、第95回全国高等学校野球選手権、大会初出場。2年秋の、 第44回明治神宮野球大会では合計3本塁打を打つも決勝で沖縄小学に敗れる。3年春の選抜大会では豊川高校に1回戦で敗れるもその夏の3度目の甲子園では5試合を1人で投げ抜きベスト4に進出した。高校通算15本塁打。 2014年のプロ野球ドラフト会議で横浜 DNA ベイスターズから7巡目指名を受け、11月5日に契約金2000万円、年俸500万円で仮契約した。背番号は30。2015年開幕を2軍で迎えたが、4月下旬に右ひいの違和感を訴え、5月に有利軟骨除去手術を受けた。故障の影響もあり、 この年は2軍で5試合の登板にとどまり、防御率は0.60だった。オフには台湾で行われたウィンターリーグに参加。7試合に登板し、防御率2.03だった。2016年、2軍で15試合に登板し、6勝7敗、防御率3.52だった。2017年、開幕を2軍で迎えたが、6月18日の対、 オリックス・バファローズ戦がノーゲームとなった影響で、先発のチャンスが回り、翌19日に一軍初登板初先発。5回無失点の力投を見せたものの、リリーフ陣が打たれ、初勝利はお預けとなった。その後も、先発として登板を重ね、6試合目となる8月30日対、中日ドラゴンズ戦でプロ初勝利を挙げた。2018年、開幕前に、 チームの先発候補に故障者が続出する中、オープン戦で高騰を続け、自身初の開幕ローテーション入りを果たす。高騰しながらも、打線の援護に恵まれなかった不運などもあり、9試合の先発登板で1勝6敗、防御率4.74だった。2019年、2試合に先発したが、防御率9.95と振るわず、2軍調整を経て、リリーフに転向。 3試合にリリーフとして登板したが、救援防御率12.60と先発時よりも打ち込まれる結果となった。2軍でも14試合46と2、3回を投げて、防御率5.21と1軍、2軍を通しても低調なシーズンに終わった。2020年、シーズン開幕前に、沖縄出身の女性ユニット、イーズ氏でボーカル、参戦を担当するカーナーと、 結婚したことを発表した。2軍で一時は防御率37.13を記録するほど不振を極め、10月まで20試合に当板しながら防御率10点台と結果を残せなかった。結果的に3年ぶりに1軍当板なしに終わり、2軍では27試合の当板で1勝2敗、防御率9.00と振るわず、減額制限に迫る24.5%減 275万円ダウンの845万円でサインした。2021年8月2日に右ひいのクリーニング手術を受けたことが球団より発表された。9月2日、長男の誕生を自身のインスタグラムで報告。10月5日に翌年の契約を更新しない旨が球団から発表された。スリークオーターから 最速時速1 5 1トルのストレートと決め球であるフォークボールを軸にスライダー、カットボール、カーブを投げる。ありがとうございます。